集まれ動物の森、今回もやっていきましょう。ケイト、琴乃さんが来てますね。夕方になっちゃったよ。皆さんこんばんは。ただいまのひまあか島の時刻は2020年4月22日水曜日の午後7時0分です。7時になっちゃった。では本日のお知らせです。おかげさまでたぬき商店、お営業も順調とのことで、この度売り場の面積を広げるため改装工事が行われるそうです。やっとだ。明日は1日工事のために臨時休業で、買取ボックスも含めて利用できなく、木曜日ってことは株が株が変わる、株価が木曜日か金曜日で変わるじゃないですか。まあ、型によりますけど、木曜日型だったらちょっと悲惨だよね急ぎの買い物や買い取りは今日の営業時間内に済ませておくことをお勧めいたします。マジかいや、まあそうだよな。それでは本日も良い一日をお過ごしください。株大丈夫かな。まあ友達の島で売ればいいんだけど。はい、どうも。ということで22日の7時ですね。今日は星どうでしょうね。あ、タコリーナからだ。アイコンさん聞いてくださいよ。真面目すぎる自分を変えるために最近努力を始めたんです。ラフな言葉遣いを勉強して手帳にメモしてみたり、目分量で料理してみたり、日々真面目に頑張あらどこまでも真面目なタコリーナより不真面目を頑張ってたんだね頑張りすぎちゃったんだ。かわいいな。春の木漏れ日っていう曲がね、売ってたので買いました。これですね。昨日そういえば、あ、みんないるね。春の木漏れ日、なんかちょっとイメージと違ったなお祭りだね。ここにレジャーシートあるので、ここでね、お祭り気分で。いや、琴乃ちゃん、こんにちは。またお会いしましたね。今日もデザイナー修行のためひまか島に来ているんです。なんか1週間に1回ぐらい来てないそんなことない。お時間よろしければ、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容はこちらが出題したファッションテーマに合った服装に着替えて私に見せていただく、大したものではありませんが、お礼もご用意しております。この上目遣いめっちゃ可愛いです。ありがとうございます。早速なんですけど、今回見せてほしいのはフォーマル。いいでしょう。卒業式や高級レストランなど格式高い場所に着ていくようなきちっとした服装に着替えてきてください。ドレスがいいかな。参考用としてフォーマルなイメージの服なんでしょう。アーガイルベスト、あ、持ってんな。こんな感じのイメージでフォーマルなコーディネートをしてみてください。はい、オッケー、はーい、はーいはいはい。じゃあ着替えてきますね。こんなね、ジャージですからさ。かぶれるかなこれはね、ブルドッグのなんかロゴが後ろに入ったジャージを着てみてます。珍しくちょっとマイデザインじゃない、下はね、ジャージのパンツは変わんないんだけど、サンダル履いてなんか緩い格好をしてたんですけど、着替えますね。どうしよっかな。フォーマルでしょ。で、これもらったんだ。こっちの方が可愛いねどうしよっかな。あ、こういうね、タキシードがあるので、ツイードジャケットとかもあるけど、まあ、タキシードとか、あとはドレスアップしてこういうサテンのワンピースとかでもいいかもね。
ホテルマン、ちょっとなんか違うよね。まあしっかりはしてるんだけど、もしこれにするとしたらメガネはかけない方がいいね。こういう時のためのストッキングとパンプスですね。で、あったあった、こういう感じでもいいかもしれない。靴がな、でもな、ちょっと地味だな。もう一種類ぐらいパンプス買ってたような記憶があったんだけど、なかったわ。これか、おじさんぽ。帽子がおじさんっぽいんだな。いやー、なんかタキシードはタキシードで別に変じゃないと思うんだけど、ちょっとなー、なんか決まりきらないな、これだと。普通すぎない？普通すぎない？ヴァンパイア、いやいやいや、なんかまた聞いたことない曲がかかってんな、これ。靴下でもいいんだけど、黒か灰色かストッキングだな。ストッキングだとな、ちょっとなんか変な感じかな。黒が無難？これがすごい無難な感じがするんですけど、これでいいかな。なんかカバンない。これしかないから全然合わないな。これだ、これら辺だとこれでいいか。メガネとかもドレスアップしてるときはしない方が可愛いので、まあ、サングラスとかもね、なんか服装によっては合うんだろうけど、今は違うかな。ということで、これでいきましょう。どうどう？ドレスアップしてきたよ。お元気そうね。はい。世間話でも、今日のひまかじまも素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ。へい。どこを見ても海が見えるからね。そんなことないね。川もあるし。川も海も山も、山はないか。崖か。さあ、琴乃ちゃん、いかが？あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？お願いします。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。なんかあの曲合わないな。春の木漏れ日、素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。やったー。こんがりってなんで、こんなにフォーマルというイメージにぴったりな組み合わせがあったなんて。いつも褒めてくれるけど、これは結構ゆるゆるな気がするな。やった、ありがとう。仕立てやクーポン溜まっていく一方ですね。あとこれも受け取ってください。あ、これがね、楽しみなんですよ。何をくれるの？何をくれるんですか？帽子、ケイトのキャップ。どんな感じなんだろう。できたばかりの新作なんです。わーい、よろしくお願いします。もちろんです。また来週来てください。かぶってみようか。ケイトのキャップ、あ、かわいいじゃない、かわいいじゃない。今の服装には全然合わないけどね。あー、行っちゃった。じゃあ着替えてきますか。じゃあいつもとちょっと違う格好をしようかな。せっかくだし、色がついた服つっても全然持ってないな。赤と髪の毛青だと目が痛いな。ロングシャツワンピとかも可愛いね。丈がちょっと違うのがいいよね。これミモレでしょ。これは膝上なんだもんね。これにしようかな今日は。この小雪ちゃんでもいいんだけど、今日はこれにしようかな。で、
キャップかぶって黄色。今日のラッキーカラーを黄色ということにして、黄色モノクル合わないな。モノクルが合う服装ってもう全然限られちゃうよね。で、チマヨ柄ソックス。あ、カサンドラの曲だ。ルルルルルル、これ聞くとね、歌いたくなっちゃうんだよね。てて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 、ほいほいや。あ、スリッポンとかでもなんか緩くていいな。この髪の毛と帽子の色を下でも表現するっていう、案外私は好きだな。黒にも黒でもね、いいんだけど、黒が無難だと思いますけど、スリッポンサンダルとかもね、私好き。シャワーサンダルもね、こういうシンプルなやつ好きなんだよね私。こういうちょっとごつい感じでも悪くないよね。メガネが金だからバスケットシューズでもいいな。そしたら靴下は、ああ見えないなあんまり。いや、黄色にしようかな。バスケットシューズ、いやーどうしようかな。スリッポンかスエードか、うん、私こっちにしようかな。今日はこちらで。ちょっといつもと違うでしょあんま変わんないかな。さあ、この格好で、あ、置いてくの忘れてたあ、いいや。一回、いくら持ってる？ 7000 ベルか。じゃあ今日何もやってないので、やることやって行きたいんですけど、もうね、その前に仕立て屋行くか。あ、お金持ってるからこれで足りるわ。よし、これでお金が入ったので安心して買い物ができます。うん、なんか気分が違うね。やっぱ頭の色が違うだけで、頭の色っていうか、あとね、レシピをね集めたいので、ちょっとここ入りますね。作ってるかな。どうですかスナイルくん。あ、作ってる、ありがとうスナイル。おや、アイコンくん、ウェルカム、マイホーム、言えてる。何してるの？今はクールなパンジーのリース。クールなパンジーって、クールじゃないパンジーもあるの？こないだ夜空を見てた時、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。特別にレクチャーしようか、スナイル流クールなパンジーのリースの作り方をお願いします。あ、心配しないで、ちゃんとメモしてあるから、これさえ見れば大丈夫だから。ありがとう。アイコンくんもぜひチャレンジしてみてね。言えてる。やったー、ナイススナイル。伊達にゴリラやってないな。クールなパンジーのリースどんな感じだろう、ちょっと見てみようか。お、あ、紫パンジーを10個か。じゃあこれの色によってクールとかキュートとか変わるのかな。バイバイ。うん、紫か。紫持ってないな青いパンジーはあるんだけどな。村パンは持ってないね。さて、やあやあ、いらっしゃいいらっしゃいっていいよね。いやいや、あさみちゃん、一日中店の中とはいえ、やっぱりこう天気がいい日はなんとなく嬉しいもんですね。わかる。今日みたいな日はつい明るめの生地を多めに塗っちゃうんですよ。本当に明るめの生地塗ってるね。かわいいな。あれ、今日はいただけない？アイコンさんってどんな感じの服がお好みなんかしら。白と緑のギンガムチェックでそれキヌヨちゃんじゃないの？もうそれはキヌちゃんの好みでしょあ、もう布地もらえないのかな。今日は水曜、1週間の折り返し地点やね。疲れが溜まりがちな日やけど、今日も頑張っていきましょう。じゃあ布地はいただけないということは揃ったかな。
はい、今日は何かな。キャリアのジャケットとかは変わらず、ギンガムチェック、コメディアン、どうしよっかな。あ、なんかガウチョパンツとかもあるんだ。へえ。巻きスカートとかもあるんだ。へえ、面白い。エルシャツ、また組み合わせが難しそうなアイテムだな。柄物って結構苦手なんですよね、私。難しい。あ、なんかすごいギリシャな服。あ、町娘だって、かわいい。なんか反転感あるけどこういうもん。赤はちょっとね、かわいいんだけど髪の毛に合わないから、黄色とか青だとちょっと落ち着きすぎちゃうかな。どっちかだな。今は黄色のが合うけど黄色にしようかなこれはもう買います。アメフトヘルメット、つけ花、米粒、へえ、ご飯粒とかもある。きったね買いますか。エナメルのパンプスとかもあるんだ。へえ、いいじゃん。とりあえず黒か白にしようかな。どうしようかな。茶色とかでもいいし、無難だな、めちゃくちゃ色が。とりあえず白買っとこうかな。ショートブーツもいいね。持ってなかった気がする。持ってたっけこの合わないんですけど、とりあえず買いますね。めちゃめちゃ散在してるよね、服にいいんですよ。はい、散在しました1万8000ベルしか残ってないよ。で、歯抜け商店に行きます。今日の高額買取は石のテーブル。挨拶してる。お話はしないかな。しな。あ、2人ともイカ T シャツ着てんの今ね、着てないんだ私、珍しく。いつもイカ T シャツなんだ。はい、どうも、いらっしゃいませ。あ、アイコンさん、聞いてください。このたぬき商店もおかげさまで開店以来、たくさんのお客様にご利用いただいているのですが、これに満足することなく、一層のサービス向上を目指して、この度お店の拡張工事を行うことを決定いたしました。パチ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 。当然、突然で申し訳ないのですが、早速、本当に突然だよね。早速工事に取り掛かりますので、明日はお休みさせていただきます。一日だけご不便をおかけしますが、また明後日からこの場所でよろしくお願いします。はい。でもね、株がねただいまの株価は69ベル。やばいな。多分ね、今週はね、自利品型な気がするんだよね。友人の村に期待しようか。で、アーガイルベストは置いとくでしょ。とりあえず売れるものは17000、いいでしょう。で、黒電話じゃない、黒電話、ダイヤル式電話っていうんだ黒電話安いね。黒電話じゃないって一斗缶、一斗缶買うか。はい、買います。で、この壁の2つは持ってるので、あとは戸棚、ベリーギンガム買っときましょう。電話より傘の方が高いっていうね。赤いチューリップ、黄色いバラ、黄色いパンジー、白いパンジー、白いバラ、白いチューリップ。
なるほど。なるほど。これでここのメニューも増えるね。いやー嬉しいな。グレーのトタン。グレーのトタンは持ってるかな？持ってないかな？なんか見たことないのあるな。パステルドットとかも持ってたっけな？覚えてないな。ピックハート持ってる。乾パン？乾パンって何？乾パンって乾パン、あの非常食の乾パンじゃないよね。あと黄色いフラワーフローリング持ってないな。あとは持ってると思う。ブルーハニカムタイル持ってるはず。まあ、こんなに目細かかったか覚えてないんだけど。で、932ベルにしかなんないの。4つぐらいアイテム売ったんだけど。おお。危ないっすよ。危ないというかもう当たってたけどね。で、あ、鉄鉱石か。家具とか欲しいんだけどな。さあ持ってないものはあるかな。ガーデンライト、雑誌、ペイズリーのバンダナ、オーバルメガネ、ダイダイ T シャツ、タイダイ T シャツ、はい、キュロット、マリンシューズ、ケケソング、これもね被るようになってきちゃったんだよね。キュロット持ってるかな多分。はい、ダイダイ、これだけオーダーしようかな。はい、もうオーダーしとくか。で、ポスターが多分タコリーナから持ってないんだよね。タコリーナ、タメコ、かわいいな、タメコ。タモツ持ってるねえや、あ、タモツ持ってないんだ。タモツ、ねえや、バーバラ、あれれれれ、バーバラ、バーバラ、バーバラだけ買えませんでした。こういう背景なのにさ、みんな、まあバーバラはすごいシンプルだけど、これ白いレンガの壁だね。これめっちゃ良くない？なんか宣材写真みたいな。めっちゃ可愛いんだけど、タメ子手後ろにしちゃって。タコリーナも可愛いな。スナイルはね、なんか雪が降ってるのはすごいわかりますけど、桜島もなんか、何これ、これは実際に桜島でを背景に撮ってる鹿児島ですか。小雪も可愛いね。カサンドラもね、イメージ通りだよね。アーサーは海かな、これ沖縄とか。ということで、まあ、また多分今日こそ島を見に行くんですけど、まあ一回やることやって、ちょっとまたね一回セーブします。それではまた。はい、こんばんは。ただいま4月23日木曜日の0時5分に撮っております。こんな時間になっちゃったね。本当はね、もうちょっと早く撮る予定だったんですけど、いろいろ作業をしておりまして、こんな感じになってます。とりあえず今回はね、島に、まあ、2、3箇所行こうかなと思っています。それでは行きましょうか。はい、さあ到着しました。この島何がありますかね。針葉樹が右に見える。あっ、ここは何ですか。ここは何ですか。タランチュラ島かと思いきや、タランチュラ島じゃないですね。なんかぐるぐる巻きになってるね。面白い、こんなところもあるんだ。ちょっと探索していきましょう。特に、あ、大きい魚影があるな。
とりあえず魚釣ってみますね。新しい島に来れるとは。鈴木です。まあ川の魚のこの大きさは別に珍しくないからな。うぐいはいらないな。まあここをとりあえずやるか。石叩きま石叩きまーす。最初タランチュラ倒かと思ってびっくりしちゃったけど、そんなことはなかった。針葉樹があるの珍しいね。あ、そんなことないかな。なんかそんな気がするんだけど。こっち側は、魚影も中くらいのやつがいたから、普通に特に珍しい魚影しか出ない、珍しいっていうかなんか特徴がある感じではなさそうだよね。はい、鈴木です。で、虫もさっきカメムシがいたし、ここにこいついるし、まあ、何か特定のやつしか出ないってわけでもなさそうだし、まあ、特に出るものに特徴はないけど、珍しくなんか島の形自体がぐるぐるしてるっていうか、島の形が珍しいっていう感じかな。これね、ぐるぐるしてるね。面白いね。へえ。明日ってかもう今日なんだけど、アップデートが来るじゃないですか。ご存知の方は、持ってる方はご存知だと思うんですけど、それでまた行ける種類が変わる。島のなんか名でチケットみたいな、なんだっけ、ちゃんと覚えてないけど、そういうのが来るので、それも形面白い島があったよね。それアップデートとか入ってないから、もともとこういう島もあったんだねっていう感じなんだけど、あととりあえず木揺すってみるか。珍しいし、気がするし。はい、金鉱石は出ませんでした。なんだい。木を揺すってみます。どんな感じなのか。枝はいらん。こっち、えいっ、よし。なんか特徴あるかな。特にないような気もするけどね。夜だからカミツキガメだったりするかな。タイヤだわ。はい、ゆすり終わりました。特にありませんでした。家具も出てこなかったな。木少な。もっとあると思ってた。もうないんだ。まあ特にね、これ以外なさそうなので帰ります。今日の、結果、スズキ、ウグイ、石、鉄鉱石、粘土、人面カメムシと蜂でしたね。蜂も一匹だし、家具はないし、まあ、面白いけど、稼げはしないねっていう感じですね。じゃあ次行きましょう。はい、着きました。またオレンジだ。オレンジのうずめ島ですね。じゃあこれは特に特徴はないので、石とかが多分ねいっぱい泳いでるんですよ。なのでこれはいいかな、カットで。はい、回収が終わりました。超過じゃないや、結果がこんな感じですね。鈴木、オレンジが何個か、
で、まあ、これらとなんとなく釣ったやつらとなんとなく捕まえた柳国さんですね。でメッセージボトルがあったので開けてみましょう。見知らぬ誰かへ。朝のシャワーを浴びながら花の歌を口ずさんでいると、このレシピが天から降りてきたのさ。秘密にしておくのもいいけど、どうせなら誰かと秘密をシェアしたくて。 Do it yourself、 ジュリーより。でこい、ほえー、でこいですね。どれどれ、あ、そうだ、カカシももらったんですよね。カカシ、雑草と木の枝なんだ。でこい、柔らかい木材でできます。うん、まあ使えそうですね。どうにかなんか使うんね。ということで、もう一個ぐらい行こうかな。それでは次に行きましょう。はい、来ました。さあ、どんなところに連れてきてくれたのかな。あ、パンジーの珍しい色の島だ。これは私の中で当たりですね。全部持って帰れるかな。まあ、探検しながら見ていきましょうか。とりあえず魚を釣る。はい、鈴木でーす。さっきから大きい魚へ鈴木しか釣れなくて悲しいです。これも大きいね、魚影が。そうだ、タイヤも釣れてましたね、大きい魚影で。で、2色かな？うわ、マジか、今か。今か。マジか。そしたら、まあ、そろそろ壊れるかなと思ってたんだよね。大きい魚影だな、あれも。タイヤだったら、ふざけんなよ。あ、カメだ。わーい。はい、ありがとう。はい、ショボスコができました。こっち側は？特になんも。大きい魚だな、あれも。続きでーす。大きい魚しか出ないな、一応、今んところ。あ、タイだ。やったー。入れて、シャコ。揺すってみる。まあいいさ。はい、スコップができました。そしてしょぼ網と網ですね。んで、青いパンジーどれくらい持って帰ろうかな。別にうちの村で交配できたからな、この子たち。そんなにいらないかな。まあ、青はカラスアゲハが出てくるからちょっと多めにあってもいいかもしれないけど。またやっちった、もう。あ、違うよ。せっかく鉄鋼式来てか出上がったのに。なんつった今。あ、やっぱ大きい魚しか出ないね、ここ。ほら。見えないと思うけど。あ、ここ来たことあるわ。あるある。この形覚えてるわ、私。全然こっちの、特に収録とかしてない頃だったんですけど。そうそう。で、ここで、ブラックバスばっかりで、一匹だけ、なんかちょっとブラックバスより大きい魚影があって、何かなって思って、それを狙って釣ったら、伊東だったっていう。いや、伊東はすごく釣りやすい島だったんですよね、たまたま。だけど、それ勢い余って売っちゃったっていう、なんか、悲しい過去があるんですけど。その後ね、普通に釣れたので、うちの島で。よかったですけど。その時はね、花の色はこの色じゃなかったと思うんだよな。全部が固定なわけじゃないんだね。島の形と、あと、大きい魚影が出るっていうのは、固定というか、まあ一緒だったんですけど。その時はな、花の色は覚えてないな。バラのオレンジとかかな。気持ち悪くない？この感じ。どれかが噛みつきガメ。きっと。
あの一番後ろのやつ取ってみるか。はい、外れ。この中に当たりがあるかもわかんないけど、せっかく残ったんであいつも釣ってみるか。いいね、一回で噛みついてくれる。噛みついて、なんでやねん。大外れですね。虫がね、そうそう、確かね、カメムシしか出ないんだよ、ここ。虫はカメムシしか出なくて、で、お魚が大きい魚影しか出ないっていう島でした。私が前来た時も。それは一緒ですね。おお、来た来た。はーい。結構釣れるよね、竜宮の使い。そうだ、多分ね、バラだったんだよね。バラのオレンジとピンクで、で、魚も、なんだ、すごいでっかいのばっかり釣れるから、花を持って帰るか、魚を持って帰るか、私の中で、結構、葛藤があって。わっ！マグロ釣った。島でも釣れるんだ、無人島でも。あ、桟橋の近くだもんね。びっくりした、今。あ、釣れるんだ、びっくり。あ、そう。じゃあ今のサムネにするね。はい、釣り竿壊れましたので、今回はこんな感じになりましたね。結構タイ釣れました。あとはまあこんな、一応単価が高いものを揃えています。で、木揺すってないんだけど、どうしよっかな。いいよね。いっぱい物が捨ててあります。こっちそうでもないけど。あ、川の魚逃がしながらやればよかったんかな。ほら、汚いでしょ。さあ、ということでね、今回は、こんな感じで魚釣りができました。あの魚影はどうしようかな。あまり大きくないんだよな。いや、いいや。今回はこれで終わりたいと思います。網は一応残して帰ります。こんな感じですね。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。売り値はまあきっといいですっていう感じなので、まあジャスティンが来た時に一気に売ろうかなとも思ってます。なので報告ができないんですけど、それではお疲れ様でした。